こんにちは、りなです。みきです。今日は、旅をね、1泊2日でしてたんですけど早く着いたので、この明るい真昼間から最後に2人で飲んで帰りたいと思います。行ってきます。電気がついています。お昼なのに電気がついてる。お、本当だ。お疲れ様でした。乾杯。うまいわ。たらふく飲んだのにね。それでも美味しい。美味しかった。もう終わった。終わっちゃったよ。楽しかった旅。え、これ飲む。あっち向いてください。せーの。もう、笑ける。美味しい。うまっ。いただきます。召し上がれ。美味しそう。うまい？いい顔しとるわ。マジで美味しい。うわ、伝わった。でもさ、あの天津丸のさ、あのサワラがマジで一番の思い出。確かに。マジで美味しかった。本当に美味しかったよね。もう一回食べたい、本当。恋したわ、サワラに。うまい？あー、サワラ食べたいな。うん、美味しかった。はしご酒したいよね、今度一緒に。はい。終わる頃には二人とも飲めろ。マジでやばそう。記憶ないまま、カメラを回し続けてるかも。本当楽しかったよね。マジではしご酒しよう。ねえ、はしご酒したい、本当に。二人ともお酒が好きすぎて。ガブ飲みしとったもんな、昨日とかも。日本酒とかもさ、なんかさっき頼んだばっかなのに、なんでもさ、あれもうない。女子二人の飲み方だった。本当に。でも日本酒好きな子と一緒に飲み行くの楽しい、マジで。楽しい。でもお酒の好みもさ、超にとってはね、原口。よかったわ、ね、そうか、よかった、ね、本当に。たんたん、青唐辛子入り。辛いのかな。熱そう。つけて。うまい？唐辛子の味する。ちゃんと辛い？うん、あ、そうなんだ。うんうん。ピリッとする。あ、うん、ピリッとする。おいしい。ピリッとするよね、ちょっとだけ。おいしい。
美味しい、これめっちゃいいね。何十分だ。あ、来た来た来た、でもでいいね、美味しい、美味しい、確かに全部美味しい、全部楽しかった、ね、え、マジで菜の花も楽しかった、カサオカナにすごいね、え、みんな良かったね、もう懐かしいよね、でもなんか雑貨屋さんの時点でなんか仲良しだった気がする、そうだねどこで仲良しになったっけ、うちらもうなんかね、結構仲良しだったよねでも今の方が仲良しよねなんかさん付け敬語だったもんね、うん、そうよ、敬語だったよりなちゃんが敬語でしゃべっておはようございます、着きましたって辻尾旅館が私たちの距離を縮めた。あの一枚の布団が出川さんの部屋に泊まらせてもらったし ね。あの風呂も入ったんかな、出川さん。ってことは。すいません。いい写真。おお。やばい。トロロが本領発揮しました。ちょっと行きますね。じゃあ一旦。はい、一旦。結構おいしそうだめっちゃおいしそうだよ、ね、いけるかな、いっちゃってください、熱い、うん、おいしい、うまっ、最高、おいしそう できることを祈って今回の動画は以上となります、最後までご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、バイバーイ